皆さんこんにちは、福島民放高橋としあき競馬の話、今回が21回目ということで、秋と福島競馬がね、先週終了しましたけれど、まあお客さんはね、入って、賑わったなという感じですね。まあ、福島記念の日も一番入りましたし、最後の日の日曜日もね1万人超えたということで、まあようやくねこう賑わいが戻ってきて、非常に競馬場活気がある開催だったなという感じです。ではまず先週の振り返りからですけどもね、マイルチャンピオンシップですが、じゃん、悔しい、悔しいというのは、まあ外差しという読みで勝ったセリフォースは外からね、ねじ伏せる形で突き抜けましたよ。実は期待したジャスティンカフェがセリフォースと同じ位置にいてね、で結果的に福永騎手がインコースを選択したんですね。途中まではさばいてきて、いやすごい勢いだなと思ったところでゴール前 200m のところで前が壁になってしまったということでね、まあ、外回っててくれればきっとセリフォースの前にいたんじゃないかなっていうね、ある程度読み通りではあったんですけれども、結果だけがうまくいかなかったなという感じがします。シュネルマイスターは5着で、こちらもやっぱり馬群の中でねちょっとごちゃつくところがあって、サリオスが14着と全く見せ場がなかったのがちょっとこれは意外でしたけれども、まあ、セリオスの場合にはねようやくここに来て本物になったかなという感じがしますしね、サンサイバーこれから来年のマイル先生をねこの馬がリードしていく立場になるんじゃないかなという印象を持ちました。それからトースポハイ2歳ステークスです。もうこちらはジャンハイレベルということでね、予想していた通り、印上位の3頭の能力が上だったということです。勝ったガストリックは、ダノザ体幹が外回ったのに対してこのままやっぱり内からねうまくさばいてきて、距離ロスがなかった分こっちが勝ったという感じがしましたけれども、ダノザ体幹もね反応が良かったですし、だいぶこうレースぶりに心境を見せてきたということで、国枝先生もまあ勝てなかったのは残念だけど中身は悪くなかったなということで一定の評価を与えてました。ハーツコンチェルトはねやっぱり大きく立ち遅れてしまったというのが最後に響きましたけれども、この3頭文句なく来年のクラシック先生の主役候補になったんじゃないかなということでね、注目したいなというふうに思います。ちなみにガストリックとハーツコンチェルトは暮れのホープフルステークスに向かう予定ですからね、ダノザタイガは、年内休んで来年の共同通信杯からということになりそうですけれどもね、いずれにしてもこの3頭来年のクラシック注目です。はい、ということで、先週の振り返りが終わったところで、今週はね、重賞3つありますしね、早速予想の方に入っていきたいというふうに思います。まずはジャパンカップですけれども、じゃん、上昇度というところに注目しました。上昇度というのはなぜかということなんですが、ジャパンカップといえばもうね最強馬決定戦という印象ですけども、今年は、日本馬が G1 馬3頭、そして2017年以来外国馬が4頭以上というのはなかったんですね。4頭参戦したのが2017年以来ということで、外国馬4頭のうち3頭が G1 馬ということで G1 馬6頭なんですが、このところ G1 馬ねもう10頭ぐらい出ていたような印象が強かったジャパンカップとしては、今年はやっぱちょっと層が薄いかな。かつてはねアーモンドアイとコントレールとデアリングタクトの3カバー3頭が揃ったなんていうこともありましたけれども、そこから比べると今年は有馬記念にみんな回ってね、ジャパンカップがちょっと正直手薄になったなという感じがします。で国内の G1 馬考えると、まあシャフリアールはね昨年のダービー馬で今年のドバイシーバークラッシュも勝ちましたけれども、エリザベス女王杯で6着に敗れた一昨年の三冠牝馬デアリングタクトと、それから昨年のオークス馬ユーバーレイヴンを含めて日本馬は G4 馬が3頭ということになると、ちょっとやっぱり実質的にはシャフリアール1頭だけかなという感じもしますよね。で外国勢も G4 馬来てることは来てるんですけども、これならば G1 勝ってないけれどもここに来ての上昇度で十分戦えるんじゃないかなっていうのが僕の見方です。でその中で本命に期待したのは、まあ正直言えばダノンベルーガで良かったかなというふうにもちょっと思ってるんですが、もっと狙ってみたい馬がいたのがベラアズールという馬ですね。この馬はねずっとダート使われてきて、オープンになってなかったんですけども、今年の3月から芝使われてから5戦して芝で3勝3着2回なんですね。前回ね休み明けで京都大賞典どうかなというふうに思ってましたけれども、これがね重賞で再三交渉し構想して天皇賞春でも4着だったボケリニをね、まあ2馬身長ちぎり捨てる、まあ、強い競馬だったですよね。
アガリサハの33秒2という足もそうですけれども、お父さんが遠心フラッシュでね、この馬もね、青毛ですから、黒かった遠心フラッシュに非常に馬体が似てるんです。でそういう意味では非常にお父さんを彷彿させる切れ味を持ってますし、まあ、なんといっても今回ムーアクシュが乗ってきたということで、おそらくは僕は32秒台後半ぐらいの切れ味を十分使えると思いますし、そういった切れ味をムーアクシュが引き出してくれる、このメンバーだったらば十分チャンスじゃないかなというふうに思ってベラーズルかなというところです。で相手に挙げたのが、ダノンベルーガですけども、まあダービーの4着もそうでしたけども、天皇賞秋の3着、まあパンサラッサかわしきれませんでしたけれども、イクイノックスと一緒に伸びてきたあの足はやっぱり強烈でしたよね。で春から比べてやっぱり確実に成長してますし、東京コースが合う馬で 2400m もダービーでこなしているということで、まあなんといってもね、この馬3歳馬ですから筋量が軽くて55キロなんですよね。2キロ差ある、まあ、それを考えるとこちらが中心でも全くおかしくなかったという感じがします。まあ2頭ほぼ同格の本命対抗という形になります。で3番手がシャフリアールですけれどもね、天皇賞秋の5着はまあ言ってみればこの馬としては休み明けで、しかも距離不足だったということなのかもしれません。ダービーを勝って、それから去年のジャパンカップでも3着、それから今年もドバイシンマクラシックを勝ったということで、やっぱりこの 2400m がこの馬のベストの距離ということなのかもしれません。ただね、実績は一番なんですが、他を圧倒するような絶対的な存在ではないですし、強烈なキレがあるという感じではない。僕はね、毎日愛が一番この馬強いパフォーマンスをしたというふうに思ってるんですけれども、それ考えると、いや本当に2400ベストなのかなというところも含めて、どうもね格は上なんだけれども、この馬で絶対という感じでもないし、半信半疑の部分もある。まあ能力は認めるんですが、僕は3番手の評価かなというふうに思ってます。でじゃあそれ以外で強いのがいるかというと、日本馬はやっぱり心もとないですね、正直言ってね。僕は、帝王ロイヤル、天皇賞春が好内容でしたし、それから前回のアルゼンチン共和国杯の6着というのはやっぱり直線に入っての不利があってね、それが響いての6着だったというふうに思うんで、まあやっぱり 2400m 以上の距離になってくればね、この馬やっぱり安定してますし、まあこの馬までかなという感じがしてます。あとはね、デアリングタクトが一変するかというと、ちょっとそこら辺どうなのかな。あと印ついているところだとベルトライゼーデとかなんですけども、ちょっとやっぱ G1 ということになると食い足りないところがで、日本馬がこれだけ層が薄いということになると、最近は馬場適性を考えると外国馬はちょっと高速馬も無理じゃないかなというふうに思ってたんですが、今年のメンバーだったらちょっとやっぱり馬券の対象になってもおかしくない、それだけ日本馬が強力でないということじゃないかなというふうに思うんですね。で外国馬の筆頭はオネストで、凱旋門賞で敗れたのは、まあ、やっぱり陣営によれば、あまりこの馬やっぱりヨーロッパの中では硬い馬場を得意にしている馬だということで、あの馬場がやっぱり敗因じゃないかなということなんですね。パリ大賞を勝って、アイリスチャンピオンステークス2着ということで、まあ、この能力はやっぱり今年来ている外国馬4頭の中では1番だというふうに思いますし、まあ、極端に早い時計の決着じゃなければ、ある程度の早い時計には僕は対応する力はあるんじゃないかなと思いますね。それからグランドグローリー、これは去年のジャパンカップ使って5着だったんですね。ですから一応東京への馬場的姿を見せたということと、凱旋門賞であの馬場で5着だったということを考えると、やっぱり力がある馬だなという感じはしますし、この馬も今年のメンバーだったら馬券圏内に入ってくるんじゃないかなということでね、印はこの6頭にしましたけれども、いずれにしても馬券としては印上位の3頭3強で、ベラーズールを軸にする買い方とダノンベルーガを軸にする買い方って、こう2種類あっても僕はいいんじゃないかなというふうに思うんですね。その形で相手を絞って勝っていきたいなというふうに思ってます。はい、続いては京阪杯ですけども、こちらはじゃん、 1200m でこそというところで、東進マカオですけれどもね、当初やっぱり 1400m で勝ったり、それからマイルの G1 チャレンジしたりして、まあ悪くない競馬してましたけれどもね、やっぱり本質的にはスプリンターだなということでね、ここ2000キーンランドカップの4着もね、外外回っての4着でしたし、オパールステークスはね、こう鋭く突き抜ける競馬ということで、で切れ味を生かす競馬が合ってるということで、まあここはね、来年のスプリント戦線に向けて結果を出しておきたい一戦じゃないかなというふうに思います。ここは東進マカオからというところですね。相手の筆頭が大成ビジョン、
58キロ鍵になってきますけれどもね、1200メートルでいつもこうね安定した末脚を繰り出すということで、まあ、G1 でねスプリンターズステークスで13着と敗れましたけれども、まあ、G3 ならば堅実というところです。それから、サンライズオネスト、これはオパールステークスで2着でね、東進バカオンに続きましたけれども、やっぱこれもねこのぐらいのメンバーですと安定したレースぶり堅実ですしね、やっぱり好勝負になってくると思います。それからね先行馬が多いんで18ガールの追い込みというのがハマる可能性が十分あるかなというふうに思いますね。あとは切れ味鋭いジュビリーヘッド、それから今村騎手に戻って53キロでこの枠なら花が切れそうなテイムスパーダ、あとはね、内でうまく足を貯めてくればプルパレーといったところ、このあたりが懸念になってきます。はい、最後が、土曜日のね、阪神のメイン京都2歳ステークスですけども、こちらはじゃん両決注目というところで、グランビノスですね。このウニテンテンシリーズの部、これはあの大魔神佐々木和弘さんの持ち馬でね、まあ、あのビルシーナあたりからこのウニテンテンをつけると走るというねジンクスになってるようですけども、このグランビノスもそのビルシーナがお姉さんにいるんですね。ビルシーナとビブロスがお姉さんで、お兄さんがシュバルグランということで、ハルーアスイートというお母さんですけども、これはもうあの佐々木さんの持ち馬と言っていいような、ね、馬ですけれども、はい、この血統はもうゆかりの血統と言っていいと思いますけれども、まあ、やっぱりねさすが両決馬だなということで、新馬戦、やや重でね、内回りの 2000m でしたけども33秒8の切れ味を発揮した、ここはねクラシックへ向けての通過点かなというふうに思ってます。で相手のグリューネグリーンなんですが、こちらもねお兄さんが事実多かったベルデグリーンということでね、やっぱり両決ですけれども、非常に追い切りの動きが良かったですし、まあ、前走のね東京の 1800m の未勝利戦も非常に早い時計で勝ってますし、この馬の上積みというのにはね十分注目していいかなと思います。それからムーアクシが乗るコスモサガルマータ、刺激賞で33秒1の切れ味を繰り出しましたけれども、やっぱりあのここに来て力をつけてるなという印象です。それから新馬100日走特別とあの切れ味を発揮しているロードプレイヤー、さらに、お母さんがね、マルセリーナの両決馬シュタールビント、初戦の決め手が光るアイルシャイン、それからハンギステークスを先行力で押し切ったトップナイフといったところ、この辺りを県内に見ますが、いずれにしてもここはグランビノスを1着に固定するような馬券がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで福島が終わってねジャパンカップということで、これが終わると東京開催一段落で暮れの中山、あとはもう有馬記念まで一直線という感じの競馬になります。年内ずっと G1 続きますしね、まあ、福島終わりましたけどもね競馬楽しみな季節ですからね、年内いっぱい、皆さんと一緒に頑張って楽しんでいければというふうに思ってます。また来週です。